なになになに、え、うわ、たまもの前キューキヤ気持ち悪い。ウィズビーフじゃねえよ。ウィズビーみたいな感じで。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、たまもがいそうな場所に行こう。どこですかね、たまもがいそうな場所。連れてって連れてって、ゴーゴーゴー。とりあえず食べ物屋さんよね。きっと、あ、やっぱりこの中。え、ってことはさっきもうすでに近くにいたんではない。何、どこ、この辺りでサーチするってこと。あ、なんかマーク出てる。聞き込み、どうも。あれ、なんか回転した。もしかして寿司も。あ、な、いろいろあるんや。天ぷらだけじゃないんやね。ケータ、この店から超うまそうな匂いがしてくるんや。寿司がいい。なに、サーチ、サーチするの。あの、すみません、いらっしゃい。何にしましょうか。俺たちちょっと聞きたいことがあって。おえー、おるおるー。まったく散々だったね。邪魔がなけりゃもっと魂を集められたってのに。あのガキども、次に会ったら地獄を見せてやるよ。え、いますよ、ここに。あ、気づいた。あ、お前たちは。あ、タマも、本当にいた。タマも、早速お出ましか。情報は正しかったようだな。ふざけるな。今日は寿司と天ぷらとすき焼きの3種大食いチャレンジをするつもりだったのに。知らんわ。まさか本当に追ってきたってのかい。こんなに早い再会は望んでないんだよ。タマも、話は聞いたぞ。奪った人間魂を解放するんだ。ち、厄介な奴も嫌がる。こうなったら、何、戦闘、逃げる、逃げるが勝ちってね。逃がすか、みんな追うぞ。めっちゃ普通に逃げてったやん、びっくり。タマも追いかけよう。く、あのデカさの割に逃げ足は早いな。どこや、見失ったか。ええー、早。マジで、タマもどこに逃げたんだ。何か手がかり。お、なんなら俺が教えてやろうか。誰、お前は。いいね。今度はみんなでグルメツアーってか。だから俺たちも誘ってくれって。四天王寺凍結。おいおい、またかよ。お前たち絶対後をつけてきてるよな。思う、それは。うるさい小豚め。なんだと。誰が小豚だ。ねえ、タマムが逃げた場所を知ってるの。まあ、あいつはちょっとした顔なじみでね。どこに逃げたか大体に予想はつく。え、マジで。案外簡単に見つけられると思うぜ。この妖魔界にふさわしくない存在としてな。どういうこと？妖魔界にふさわしくない存在？どういうこと？何それ、ヒント？さあ。ヒントはこれくらいにしとくか。洞穴、寿司でも食いに行くか。何？洞穴？四天王寺様。私は天ぷら派です。知らんがな。さっきの店ならいいんじゃない？天ぷらも寿司もあるやん。なんだと？お前マジで言ってるのか？え、なに、喧嘩、喧嘩始まる。では、間を取ってすき焼きというのは、何の間を取ったらすき焼きになる。さっきのとこすき焼きもあったよ。今日はそれで手を打ってやろう。いいんか、それで。おいおい、どうでもいいわ。そのやりとり必要やった、今。よし、こいつらはほっといて、俺たち頭も探すぞ。どこに隠れようが、妖怪ウォッチがあれば見つけらせるはずだ。この妖魔界にふさわしくない場所。ああ。妖魔界にふさわしくない存在。そう言ってたな。うん。つまり、この世界にいるはずないものってことか？どういうこと？なんかとりあえず、3箇所あるっぽいね。どこかに逃げた卵を探そう。と、こっちの方向に行くと、あ、なんかある。ラムネ、どこ、こっちか。あ、この辺っぽいね。キュービ、あそこにいるのはキツネの妖怪キュービか。まさか同じキツネの妖怪に化けてたりしないよな。ふーん、おや、
ずいぶん終わって様子だけど、どうかしたのかい？キュービ、もしかしてタマモの化けた姿じゃないよな。僕がタマモの化けた姿だって？だとしたら君は僕と戦うことになるのかな。まさか本当のタマモなのか？どうだろうね。そのウォッチでサーチしてみれば偽物かどうかわかるんじゃないのかい？なんか遊ばれてる気が。なんだかタマモっぽくないかも。他の場所当たってみるか。サーチしないの。タマモが化けたわけじゃなそうだな。全然違う声。気を取り直して他の場所を探しに行くぞ。ということで次はこっちの方向。どの辺だ？こっちか。あっ、あっこや。この中じゃない？しかし、お、入れる。あそこにいるのはコンタンだな。これがってこと？タマモと同じキツネ妖怪だ。油断するなよ。そんな怖い顔でどうしたの？君、もしかしてタマモが化けてたり。ん？タマモがコンタンに化けてるって？ピンポンピンポン、大正解。え？本当に化けたのか？っていうか、あっさり認めるのかよ。コンタンの正体に気づいちゃったからには生かしておけないかも。まさか、これ戦う気か？なんて嘘嘘。え、嘘？コンタンってばアイドルだから、求められたら答えたくなっちゃうの。見え見え。どう？コンタンのサービス、最高にアゲアゲだったでしょ？いや、下げ下げだよ。ていうか、求めてないから。ここにはタムもいないみたいだな。他の場所を探してみるか。ことごとく間違う。ここには逃げてなかったようだな。タマモメ、どこに姿を隠したんだ？あ、ここちゃんと抜けれるんや。ってことは残りの一箇所か。あ、違う違う。やめて、助けて。こっちか。三箇所あってさ、最終的に一番最後になるってどういうことやねん。運が悪いな。どの辺？こっちの方か。あ、引かれる。大変大変。あ、こっちっぽいね。こっち行ったことないんじゃない？こんな場所があったのか。何か。なんか違うエリアに入ってきた。え？人間がいるんだけど。これじゃない？確実に。いらっしゃい。さあ、何か買っていくかい？うちは何でも揃えてるよ。はぁ？ん？なんだい人の顔じろじろ見て。冷やかしならあっち行きな。ほら、タマコやし名前。いらっしゃい。はぁ？絶対そうやん。ちょ、待って。なぜマネマネキン？マネマネキン、モノマネキン。休憩から帰ってきたら知らない奴が勝手に店番やってるな。いらっしゃい。まあいっか。じゃあ気を取り直して装備品でも買ってく？いや待って待って、どうでもよくないでしょそれ。ってことは確実にやね。なんで人間に化けたんやろ。人間が妖魔界で店しよるって確率におかしいよね。タマモを見つけた。キー、なぜバレた。いまいましい連中だね。タイの魂を返してもらうぞ。おとなしくするんだな。もしまた逃げる素振りを見せたら、俺のパンチが炸裂するぜ。くぅ。ふん。人間不正が。元より逃げる必要なんてないんだよ。なになになに。え？うわ、キューキやん。気持ち悪い。ウィズビーフじゃねえよ。ウィズビーみたいな感じで。うわ、仲間を呼んだ。そう。こいつら、気をつけろ。周りのやつも手強そうだぞ。ほら、ウィズビーみたいな腕組んどるし。何をしても無駄さ。お前らここでくたばっちまいな。わあ、この三人戦闘か。よっしゃ、来い。玉本義行。バトルスタート。とりあえず周りの牛皮から。痛い痛い痛い。はい、ちょうだいちょうだい。ウリボーがもうすぐいけるんじゃないですか。めっちゃガードするやん。ウリボー、ウリボーシャドウサイからの
猪突猛烈猛進撃。へい、今のはちゃんといけたのか。何、ど根性発動。なんかタマももうちょっとでやっつけれそうやん。あっという間やねめちゃくちゃあっという間やね。さすが、やめてよ。全然体力減らんね。いい感じやん。超回復してくれるやん。タマもないでしょ、一緒に。何、ふみちゃん交代。え、ふみちゃんヒール行くか。みんな変化ヒール。いい感じ。待って、メラメライオン。痛い。メラメラ獅子冒険。やったー、タマもいつの間にいつの間にやらやっつけてる。あのゲットしたすき焼き弁当はウィズビーフたちからぐーよし、今度こそやっつけたぞ。やったー、さすが探偵団。おう、ふざけるな。あのお方のためこんなところでやられるわけにはいかないんだよ。誰よあのお方。こうなったらあの娘の魂を使わせてもらうしかないね。え、なに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 、まさかあれはタイの魂。どう使うの、なくなるのそれ。え、なに、気持ち悪くなった。より一層魂を喰らうようこつくもの前。あいつタイの魂を取り込んだのか。さっきの姿よりはるかにパワーアップしてるぞ。そんな、タエ、俺はどうすれば。ああ、いいね、力がみなぎってくるよ。これはあの娘に感謝しないとだね。美味しい魂をありがとうってさ。妖術師やけん。お、これは力が復活するパターンじゃない。怒りで。お、来た。タエを返せ。なんだ?シン、お前妖怪ウォッチが。まさかここに来てシンの力を目覚めさせたというのか。何も不思議なことじゃないさ。シンの友達を思う気持ち、その強い気持ちにウォッチが応えたんだ。人間ごときが、チョコ材な。何を、わけのわからないことを。そんなもん私が食ってやるよ。ウォッチを?シン、いけるか。みんな下がっててくれ。シンメインで戦闘?この戦いは、俺が決着をつけてやる。シン。よし。わかった。絶対に負けないで。お?ござる。シンとの戦いとなれば、それは拙者の戦いであることと同義。拙者、どこまでもともするでござるよ。ああ。スーさん。ああ、一緒に戦ってくれ。初めてスーさんの戦闘を見る。長話は終わったか。それじゃあの小娘と同じところに送ってやるよ。かかってこい。タイは絶対に連れ戻す。行くよスーさん。もしかしてこの二人だけで行く感じ。それはいけるんすか。バトルスタートするけども、あ、そんなことはないのか。行くぜ。普通にシンメインで行け。シン、お前ならやれるはずだ。見ててくれ、タイは絶対に助ける。みんな元気っていうのは回復系の技かな。あんたたちの魂はうまいね。あの方に捧げる前に私が食い尽くしちまうよ。あー、やばい。ちょっと待って、みんな元気。あ、お、回復や、やったね。行くさ、やってたんかと思った今聖なるマーキング発動。聖なるマーキングとは、これ近づけんパターンのやつ?もしや、で拾っとこう。これ近づいたらなんかダメージ受けるとかやない？そんなことないんかな。陽気吸い通る、とりあえず吸い取っておこう。あの状態で吸い取ったらいいとか、そういうこと違うかな。ちょ、ドアップになりすぎドアップになりすぎ、やめて。お、さすらい玉どこ?あったー。待って、さすらい玉。へい。やった、手に入るお金アップ。吸い取り。いや、なくなるわけじゃないっぽいな。
とりあえずもういいや、近づいていくぜ。痛い痛い痛い。待って、秋のり、はい。スタミナ回復速度アップ3。待って、大丈夫？コマさん大丈夫？なんか今回誰もたまらんくない？あ、スーさんはあれなんや、別枠なんやね。逃げ足早い。なに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 、やめてよ、びっくりする。戦闘アイテム、戦闘アイテムっと、これ送っときゃいいかな。なになになに、お、必殺ゲージマックス、ちょっと待って。はい、白くんおいで。そして幻獣召喚、スザックス、起点烈風翼アイテムつきましたね。多分いいものだと思います。どこ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 についたの、アイテムどこについたの、あれか、猫股、はい、おいで。回復系か、待って、コマさん、コマさん、シャドウサイドからの、ちょ待って、一番においで。もしかしてコマさん入れ替わった、ちょ必殺技出さずに入れ替わんなし。百熱レコ弾、百猫列弾、言いづらいよ。君ちゃん出といて、常に HP 回復3ハンド。ビビビ、詰まって、これはあうい。ふみちゃん、みんな変でヒール、ヒール、はい、回復。あれないな、お、百猫列だ、百猫列だ、あとね、イエーイ、いい感じやん、ふぅ、かっこいい。回転ジャンプして終わった。お、いいな、お金。虹のアーク、よさげ。シンと、ふみちゃんは、二人回復？いい感じやね。ん？あれか？夏目もやったっけ？ゲフー。やったー！俺たちの勝ちだ。参りました。これで魂返ってくる？シン、やったな。すごい、本当に倒しちゃった。お姉さんとお母さんは？ あいつはこれから強くなるぞ。耐え！戻ってこれた。記憶はあるの？大丈夫か、耐え。あれ？シン、いつき。耐え。まったく心配させやがって。妖怪ウォッチ、ちゃんと使えるようになったんだね。なんとかね。もう完全復活って感じかな。やれやれ。たく、あれだけ人をヒヤヒヤさせておいてよく言うぜ。ねえ。私、タムモンだから見てたよ。シンが私を助けるために頑張ってくれてること。見えたんよ。すっごくかっこよかったよ。とにかく無事でよかったよ。やったぜ！今回もこれで事件解決だ。正直シンには驚かされたな。他の魂は帰ってこないの？もう渡された後とか。だね。シン君の強い思いがあったからこそ、タマモンを倒したんだよ。おい。タマモン、他の人間魂はどこに行ったんだ？今は私の手元にない。奪った魂はすでにあのお方にお渡しした。あのお方はもうすぐ開催される、閻魔舞踏会のために力を蓄えておられるのだ。やはり姉ちゃんたちの魂はここにはなかったか。おい。そのあのお方は誰なんだ？閻魔舞踏会とやらに行けば会えるのか？それだけは口が裂けても言えない。言ったが最後、私が消されてしまう。命が惜しければあのお方に会おうなんて考えないことだね。まだ逃げる力を残していたか。だが奴の怖がりようはなんだ？あのお方ってのは味方じゃないのか？それとも。まあ上の立場なんやろね、あのお方っていうぐらい。まだ先は長そうだ。まだお母さんとお姉ちゃんが残っとるもんね。もう私お腹ペコペコ。魂取られてもお腹って減るんだね。たくましすぎるって。よし、事件も解決したし。ここはみんなで寿司でも食べに行くか。いいな、私も。いいね。俺実は気になったんだよ。妖魔界で食べていくの？人間にも合うんかな？おう。見てた。今回は力を見せることはありませんでしたね。本当に我々が求める力を持っているんでしょうか。いずれわかるさ。
天野夏目、お前の本性を見せてもらうぞ。ああ、そっか、そこに目をつけとんか。お、これでもう帰る感じ？本当にいいの？これから先も危険なことがあるかもしれないよ。うん。俺決めたんだ。何？タモモに魂を集めさせていたやつ。母ちゃんたちの魂を持っているのもきっとそいつだ。あのタマモを従わせるってことは相当強い妖怪ってことだよね。どこの誰か知らないが、そいつは妖魔界で行われる閻魔舞踏会という大会に現れるらしい。ああ。魂を取り返すチャンスはその時しかない。それまで俺はもっと強くならなきゃ。だから探偵団に入って、みんなみたいに強くなりたいんだ。あ、じゃあもうシンも時代を超え出すってことやね。シン。え、じゃあ現代とか未来とか見たらめっちゃ驚くんやない？世界違いすぎて。意志は固まってるみたいだね。あと、未来にもちょっと行ってみたいし、それはあるよね。わかる。妖魔界もすごかったけど、未来の世界もきっと驚くと思うよ。まあ、現代と未来じゃそこまでね、周りに差はそんなないけど。大歓迎だぜ、シン。これでまた仲間が増えたな。ありがとう。みんな、これからよろしく。シンが妖怪探偵団に加わった。おう。ござる！シン殿。拙者どこまでもお供するでござるよ。そういえばスーさん戦いやるのあんま見えんかったけど、おう、スーさんが友達妖怪になった。やったね。スーさんの妖怪役を大切にしまい込んだってことは次から使えるんや。あ、お前さっきはかっこよかったぜ。あっちでもシンのこと頼んだぞ。ありがとう。みんな改めて助けてくれて本当にありがとう。もともとは黒い太陽っていうのを調べるためにこの時代に負け物を探しに来たんだったよね。忘れとった。で、どうなの？だったらそのことは私に任せて。黒い太陽についてしっかり調べてみせるから。うん、ありがとう。よろしくね、さえちゃん。それじゃあそろそろ行っか。あ、お前ならやれるはずだ。未来でも頑張れよ。今のシーンならもう心配はしてないけどね。二人とも永遠のお別れじゃないけん大丈夫。いつでも帰れるよ。あ、俺もっともっと強くなってくるから。シン、言ったからには最後まで投げんな、でしょ。おい、俺のセリフ。てか毎日帰るんじゃないの？家あるでしょ。大丈夫。お母さん、あ、そっか、お母さんはあれ、なんかお父さんはいないの。もう何があったとしても諦めたりしないよ。うん、俺は最後まで投げない。それじゃ行ってくる。すごい永遠の別れみたいな。大丈夫よ、未来行くからね。未来、過去か。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。てか、タエちゃんが黒い太陽について調べてくれるんやったら、絶対また近々行くよね、過去。そんな悲しい別れじゃないけん全然大丈夫。